はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ジャイとお友のトニーです。今回はこちらのステージでちょっとねいろいろやろっかなと思ってるんですよね。ここね本来こんな感じなんですよね。こうやって6を助けて下に落ちてきた6とモノくんがこうやって出会って先に進むという感じなんですけど、今回やろうとしていることはここね、もし下に床がなかった場合どうなるのか、それを見ていこうと思います。はい、ここまあ床を取る前にですよ、邪魔者たちをやっつけないといけないんだけど、さあ来い、おいしょ。あとはこれね、本来これを外して助けるんですけど、今回は床がなかったらどうなるのか、6きっと落ちるぞ、そしてムービーはどうなるのか、これも消しちゃいますと。はいはいはい、ダンボールが消えましたね。デストロイということで、こんな感じで床が消えましたと。で、床が消えたことが分かりやすい状態で見るならこっちがな、床抜けてますね。ほいだらこれで助けに行きましょうか。これも邪魔ですね、これも。これも消しときましょう。デストロイ、おっとまだ残ってるね。じゃあこれで落としてみましょうか、どうなるのか。はーい、はいはい、ああ、あ、嘘、そんなこと、え、アリエンティなんだが、床これ当たり判定残ったまんま。あ、ちょっと待って、なんてことでしょう。ちょっと待って、ちょっと待てよ。なら次は床がない状態でイベント迎えてみるか。ってことは段ボールは置いとかんといけん感じか。こっからさ、こうなんとか段ボールのところまでは来れそうだな。おっ、うん、こう段ボールは置いといた方がいい。あとこれか、これも置いといた方がいい感じかな。全部消すんじゃなくて、消すのはあくまでこれだけ。よし、これでいいだろう。はいはいはい、これで。ほっ、ちょっと待てよ、ちょっと近づいたらそのままあれっすよね、ムービー入ったから、これは消しておこう。ムービー入るからな、どうせ。うん、私はこっちに行けばいいわけだ、この排水溝。おい、でそこに向かえばムービーが始まるから、ほらほらほら、今ムービー入った。あの排水溝を乗った瞬間ムービー入って勝手に動いたから。ってことは段ボールに直接ジャンプで映らないといけない感じだな。おいしょおいしょ、なんで、おいしょおいしょ。はい、ということで、よいしょ、よし、この状態なら大丈夫かな。ジャンプでいけることは確認したから、よいしょ。え、なに、なんかバグったぞ今。あ、なんか引っかからんかったか今。この辺からジャンプで向こう側に、よいしょよいしょ。待って、それもしかして乗れない。あ、乗れない。思考を変えよう。あら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 、なんかよく寝てますね。ムービー中に消してやろうか、それで行こう。ムービーに入った瞬間カメラモードして、あ、入った、よし、ムービーに入ったぞ。でこの状態で、あ、もうちょっと近づかないといけないか、もうちょっと近づかないといけなかったな。え、ヘイって言った、この縄が邪魔、もしかしてこれ消えないね、縄は。手を取った瞬間消すか、なんだよ、もうものなんかおかしくなってないそれ、大丈夫。ああ、びっくりした、この辺か、この辺か、まだムービーには入らん。入った。手を取った瞬間デストロイだ。名シーンですね、ここは。囚われてた6を解放し、2人協力してこの先進んでいくわけです。いいシーン。
さあ、手を取り合って。もうちょっとで手を取り合う。シックスと繋がった。デストライ。ちょっと待って、どうなるどうなる。シックスもそのまま落ちる。シックスはどうなる？え？え？シックス落ちないんだ。うそ。手を取ってもうちょっと回してから消してみましょう。さっきのはタイミングがダメだった気がする。シックスは空中に浮いているから、シックスを両手でがっちり掴んでおけばモノクも落ちないはず。ここで切ったんだよね、さっきは。なのでもうちょいもうちょい、そう、両手でシックスを掴んで、この辺だ、この辺で、おい、あっ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 、落ちるんかい。シックス最強っていうことですね。やっぱりあなたが最、あ、落ちた。追いかけろ追いかけろ。シックスどこまで行く、どこまで落ちる。シックス追いかけてますよ今。めちゃめちゃ落ちてるよ。これどこまで落ちるの、マジでマジめっちゃ落ちるな。大丈夫。どこまで落ちるのこれ。ちょっと待って。あ、早っ。あ、シックス抜け出してる。うん、この状態でやるか。ムービー判定があるエリアにちょっと連れて行きましょう。ここに連れて行っといて。はい、じゃあ落とすからねそれ。はい、演技するならしててよ。あら、あら、ちょっと待って。あ、木が壊れぬ。木が壊れなくなってもうたわ。え、どうしようかこれ。落ちた判定なってる感じか。あ、なんやそれ。ちょっと待って。もうどういう状況だこれ。なぜシックスを襲われない。ちょっとね、シックスがあれですね、もう影の支配者だったっていうことが分かりましたねこれ。やっぱりあれだ、以前の考察が合ってたってことだ。シックスがなぜ敵に襲われないのか、それはシックスがこの世界の影の支配者だから。そう、ウイルスシックスのお話ですね。ということでここもなあ、デストロイしたからシックスなしでも正直来れるんですよね。はいはい、ここに来ましたね。もうむちゃくちゃや、もうむちゃくちゃや。反応せんのかい。もういいや、ウサギちゃえ。もシックスはどうなってる、動いてる。シックス来てるこっち。シックス来ないな。ああ、もう本当にここ解放しとったらどうなるのかな。ここにワープしてきてここ解放しとったらシックス襲われない。楽しそうね。はい、ということで今回なんかうまくいかなかったな。シックスビューンって落ちる予想してたんだけどな。どうにか落としたかったんだけど落ちませんでしたね。はい、まあ、とにかくシックスは無敵だったということで今回はこの辺で終わりたいと思います。この他にもですね、様々な動画をね、アップしてますんで、そちらも見ていてくれたら嬉しいです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じましたら高評価ボタンの方とチャンネル登録、あとコメントも残していただけると励みになります。それではトニーとジャイのトニーでした。またね。